皆さんこんにちは。韓国のガールズグループルセラフィムのキムウンチェはキュートな笑顔にスラリとした長身とのギャップで人気の高いメンバーです。グループ内ではマンネ末っ子キャラとして可愛がられる一方、音楽番組ミュージックバンクの司会としても活躍中です。ウンチェには熱愛の噂が流れており、お相手はライズのスンハンではないかと言われています。他にもウンチェとの関係を匂わせる男性が2人おり、誰が彼氏なのか話題になっているようです。ルセラフィムでは恋愛禁止という話もあるので、ウンチェに彼氏がいると知り気が気ではないファンも少なからずいることでしょう。そこで今回はウンチェの熱愛の噂、そして好きな男性のタイプについて詳しく調べていきます。丸い目からキリッとクールな視線を送ると思ったら、一旦笑顔になると幼さが残る愛らしい、マンネに代わりメンバーならずファンをも魅力しているウンチェ。2006年11月10日生まれのウンチェは2024年2月現在17歳でグループの末っ子です。クリッとした丸い目にスンと筋の通った鼻が特徴的な可愛らしい顔つきのウンチェはグループ内では特にダンススキルが高いのではないかと言われています。ウンチェがアイドルになろうと思ったきっかけは11歳の時に観覧した2018年開催のセブンティーンのライブです。周りのファンが熱心にステージ上のパフォーマンスを見入って応援していたことから、私もステージに立ってアイドルになりたいと思ったそうです。先輩アイドルのステージを見てアイドルになることを夢見て実際に叶うなんてとても努力されたのでしょう。ウンチェは12歳だった2019年2月から名門ダンススクールデフアカデミーに通い始めています。アイドルになろうと決心したウンチェはダンスを習うためにお母さんにお願いをしたのです。その際にお母さんに告げたメッセージが、踊ることが好きなのでアイドルになりたい、ダンススクールに通わせてくれませんかと低姿勢にお願いをしました。その結果、娘の熱意に負けたお母さんはダンススクールに通う許可を出したそうです。プレディスエンターテイメント JYP エンターテイメントのオーディションに一時合格していた噂があります。2020年2月にセブンティーンアフタースクール等が所属しているプレディスエンターテイメントと TWICE、イッチ等が所属する JYP エンターテイメントの来訪オーディションを受け一次審査合格した経歴があります。ダンススクールに通い始めて1年で一次審査を通過しているので、この時すでに才能が開花し始めていたのかもしれません。ウンチェは練習生になってから1年半でデビューが決まりました。2021年1月に現事務所ソスミュージックの練習生となり、デビューまで特訓を積んできました。だいたい練習生になってからもすぐにデビュー組に入ることは珍しく、長ければ10年コースもあり得る業界で、1年半でのデビューは極めて異例のスピードだと言えます。ウンチェの MBTI は ISFP 貢献家タイプとなっています。基本的な性格は内向型ですが、新しいことにチャレンジする意欲が人より強く出ていて、何事にも屈せず挑戦していくタイプです。グループの末っ子ながら高いダンススキルと歌唱力を持っているのもこのタイプだからこう頑張ってこれたのでしょう。ウンチェの性格は末っ子気質で、自身でも先輩たちに可愛がってもらうのが好きだからグループに入るときは末っ子がいいと言っていました。以前通っていたダンススクールにて先輩のお姉さんたちに可愛がられていたらしく、グループとしてデビューするときは末っ子ポジションを希望していたそうです。また自身の性格について、ベッドに寝っ転がるのが好きで常にそうしていたい、怠け者体質なインドア派ですと語っています。そんなマンネとしてメンバー、そしてファンに愛されているウンチェの熱愛相手として特に有力なのがスンハンです。2023年9月にデビューしたばかりのライズですが、早くもメンバーの一人に熱愛報道があったことで注目を集めました。急な発表にファンから戸惑いの声が上がり、スキャンダルとして問題視もされていますが、現在も話題になっています。そこでウンチェとスンハンの熱愛報道、彼氏候補とされる人物について紹介します。スンハン以外の彼氏候補として TXT のスビン、エンハイプンの2期が上がっています。2人とも韓国の人気グループのメンバーなので、国内のみならず海外でも話題になりました。過去にウンチェとの関係を匂わせる出来事もあり、そこから彼氏候補として名前が上がったようです。彼氏候補の3人やウンチェとの熱愛の噂について紹介します。熱愛彼氏1、ライズのスンハン。1人目の彼氏候補は韓国の7人組男性アイドルグループライズのスンハンです。ライズではボーカルとダンサーを務め、ピアノやギターも演奏できるなど音楽に強い一面がうかがえます。日頃から SNS やオンラインコミュニティを通じ私生活を無断で公開していたことからファンを混乱させ、現在は無期限活動休止となっています。
インスタライブでウンチェとの関係を匂わせる発言もあったので、彼氏の最有力候補とされています。ちなみにスンハンは現在、自身のスキャンダルによる精神的負担や責任感から活動休止状態にあります。復帰のめどはまだ立っていないとのことです。スンハンが彼氏候補である可能性が高まったのは2023年11月17日のインスタライブがきっかけです。このライブには裏垢で出演しており、スンハンがウリウンチェ、俺のウンチェと発言したことで反響を呼びました。ウリは韓国だと恋人や家族に使う言葉なので、ウンチェとスンハンが単なる友人だとは考えられません。まだ確たる証拠はありませんが、2人が親しい関係にあることは間違いないでしょう。熱愛彼氏に TXT のスビン、2人目の彼氏候補は TXT のスビンです。2023年11月のインスタライブでスンハンと共演しており、その際にウンチェに触れる機会がありました。配信中にウンチェに会うという発言があり、このことからスビンがウンチェと付き合っているのではないかと解釈するファンが続出したようです。ただしこれ以外でウンチェとの関係を匂わせる証拠がないので、本当に付き合っているとは言い切れません。スビンは TXT のリーダーを務めており、メンバーからの信頼も厚いです。内気で人見知りが激しい性格から、ファンにはウサギに似ていると言われています。熱愛彼氏さん、エンハイプンの2期、3人目の彼氏候補はエンハイプンの2期です。2023年6月29日 TikTok で2期がウンチェと同じアクセサリーを身につけている動画を投稿しました。アクセサリーは同じデザインのネックレスやブレスレットであり、ペアルックとして関係を匂わせていたのも大きかったようです。ただし男女で同じデザインのアクセサリーを身につけるのは特別珍しいことではなく、友達同士で合わせただけかもしれません。2期はエンハイプンの最年少メンバーにして唯一の日本人メンバーでもあります。マンネキャラでありながら卓越したダンススキルの持ち主なので、エンハイプンのダンスリーダーも務めています。ルセラフィムでは恋愛禁止という噂があります。そのためウンチェの熱愛報道はグループ全体にマイナスイメージを持たせるかもしれません。熱愛報道以前にもキス写真が流出するなどスキャンダルが多かったようです。ルセラフィムの恋愛禁止という噂やウンチェの好きなタイプについても紹介します。ルセラフィムでは現在彼氏の存在が確認されたメンバーはいないことになっています。恋愛が禁止されているという噂はこの事情も少なからず関係していると考えられます。ただしデビュー当初から練習などでかなり忙しかったため、恋愛をする時間は元からなかったのでしょう。韓国の芸能界でも恋愛禁止というルールは特にないので、正式な交際が決まったら自分たちからカミングアウトするのかもしれません。ウンチェは以前スンハンとのキス写真が流出しスキャンダルになったことがあります。しかし流出させたのはスンハンの方であり、本人から引き起こしたわけではありませんでした。そのためウンチェは被害者と言った方が正しいでしょう。ウンチェの好きな男性のタイプについてはまだ公表されていません。ただしスンハンとの熱愛報道から察するに年上が好みではないかと考えられます。まだ17歳なので年上の男性に魅力を感じても不思議ではないでしょう。現在は多忙なのでそういった余裕がありませんが、いつか素敵な男性に巡り合うかもしれませんね。いかがでしたか？ウンチェの熱愛の噂や好きな男性のタイプなどを詳しく紹介しました。ウンチェには以前ライズのスンハンや TXT のスビンといった韓国の人気アーティストと熱愛中という噂がありました。特にスンハンはインスタライブで俺のウンチェと発言したこともあり、付き合っていると感じたファンが続出しましたが、確たる証拠はありませんでした。デビュー当初からルセラフィムの活動で忙しいので恋愛をしている余裕はないというのが実情だと考えられます。メンバーからとても可愛がられ、ファンからも注目を浴び始めているウンチェは経歴が浅いものの、持ち合わせた才能でデビューまでまっしぐらに走り抜けてきました。これからも末っ子パワーでみんなを癒しつつ、ハッと驚かせるようなパフォーマンスを披露してくれることでしょう。優れたポテンシャルの持ち主なので、これからの活躍に期待したいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。